こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回はおそらく2年近くぶりの登場になるんじゃないでしょうか。はい、田中ワークスとね、京栄さんっていうところね、卸さんですね、京栄通商さんのコラボモデルですね。はい、これです。 M68 の、はい、カリフォルニアハイウェイパトロールのねモデルですね。6インチの方です。はい、こちらのね、グリップの着せ替えをね楽しんでみたいと思います。確かね、これ23年のお正月っていう風に昨日調べたらね、はい、出てきましたね、過去動画からね。なんかね、はい、お飾りと一緒にね出てました。こんな感じ。これ本当にここね、はい、あとねやっぱりこの辺のね、はい、こういうところにねたまらないものがあるわけですね。はい、久々に引っ張り出してね、やっぱシルバーモデルはねいいですね。この間もね、どなたかからコメントいただきましたけれどもね、はい、まあ本当にね、金属っぽい雰囲気、まあ実銃はこれステンレスということですけれどもね、ステンレスの道具に、はい、木のね握りね、ロマンですね。はい、じゃあ早速ね、着せ替えていってみたいと思います。いけね、ドライバーの段取りもしてなかった。ここでねこれが外れなかったなんて言ったら大変なことになっちゃいますね。はいはいはい、このねグリップはね買い増ししちゃいましたよ。これ他にもつけたいなと思ってね。はい、こんな感じですね。裏にもねウエイトがもうしっかり入ってますね。あ、いい機械ですから、ちょっとウエイト測りましょう。これ別売されてて購入された方も多かったんじゃないかなと思いますけれどもね、ビス付きで測っちゃいましょうか。このグリップ部分だけで 150g 稼いでくれてますね。はい、素晴らしい、ね、しっかりとね木製グリップでねウェイト入れようとするとやっぱりそれだけ肉薄になりますからね、やっぱり木も選ばなきゃならないでしょうし大変ですよね。まあ、その分我々は楽しめるって寸法ですね。じゃあまず最初はね、キャロムさんのね、オーバースクエアのシタンのグリップ、これいってみましょう。これですね、はい、もちろん今日もね鳥はね皆さんね、もうあれだろうなんてねもう予想がついちゃってると思います。その通りのあれがいくと思います。でこれさっき装填廃墟とかしてね遊んでる時にね思ったのがね、これもしかしたら確かにねオーバーサイズが王道かもしれないんですけれども、これサービスサイズで楽しめんじゃねえかなと。またサービスサイズの方がねローディングもしやすい、ローダー使いやすいですからね、それもありなんじゃないかななんてことをね、はい、思ってしまいました。スクリューで留める必要がほとんどないほどピタッとはまります。キャノムさんのね SWK フレーム用下オーバースクエアですね、グリップが今はまりました。ライン的にはねちょっとここどうでしょう、余っていますね少しね。はい、これもちょっとこんな感じですけど、これだから汎用性と私は捉えるようにしています。でここ深くえぐれていますんで、これもね、このローダーがねしっかりと使えますとことになりますね。はい、さすがにちょっとこの辺気がつく傷つくのが気になっちゃったりするから、でもそれは差別ですよね。黒いね普通のヘビーウェイト地肌のモデルだって傷はねかわいそうですよね。かわいそうっていうかね困っちゃうんですよね。どうでしょう、なんかすっきりと木っていう感じでね、しかも高級感があってね、ツヤがいいですねこのグリップね。背面はこんな感じです。あ、そう、背面比べをしましょう。よいしょ。やっぱこうしてみるとどうですかね。少しこのオリジナルの、これはどちらなんでしょうかね。京栄さんの企画なのかな、田中さんの企画なのか。まあ田中さんのグリップが元でしょうから、ちょっとこっちの方が太いってことですね、オリジナルのやつが。その分キャロムさんのやつはすごく握りやすいということになります。私にとってはなんかぴったんこな感じです。はい、いいですね、なかなか。あ、本当だ、ちょっと待って、改めて違う、うん、細い、
うん、細い細い、ここがね非常に細いですね、はい、いいですね。ここも少しやっぱりここちょっとさすがに気になりますかね。ねえ、はい、ということで、キャロムさんの下バッチリでした。握り心地はちょっとこれいい感じかもしれない。今日の中ではよいしょと。ほら、まだまだ効いてましたか。ほら、よいしょ、よいしょ、はい、じゃあキャロムさんお疲れ様でしたね。こちらでお控えください。次はね、アルタモントのね、 K フレームのね、 K と L フレーム兼用のね、ターゲットグリップっていうのいきましょう。出ました、もうね、格調高いターゲットグリップですね。もう歴戦の強者がね、なんかこう自己アピールも兼ねて使うようなね、これ何なんでしょうね、この花柄みたいな、花というか唐草模様みたいな、この絵柄はね、私ね好きくないんでね、もっとシンプルでいいんじゃないかなと思うんで、やっぱりそれなりにこう雰囲気を出すってやつなのかな。どうでしょうね、はまりますね。これは田中さんが優秀ってことですよね。すごいな、ぴったりきましたね。うわー、さっきキャロムさんのことを褒めちぎっといて言うのもなんなんですけど、これがさらに握りやすい。見てください、このね、もう薄型ね、卵型みたいな感じ、すんごい握りやすいですこれ。でここまでフラットっていうか薄くなっちゃうと、当然これもローダー全然邪魔しないですよね。全然邪魔されないですね。これはいいグリップですね。はい、フィッティングの具合を見てみましょう。ライン結構合ってますね、しっかりと。ここもね、でここもこういう感じできて、まあここはまあとにかくちょっとね、どうなんでしょうって感じですけど、別に気にならないですね、はい、ここもほんの少し隙間がある。これも汎用性と見ましょう。でこの断面ですけれども、先ほどのキャロムさんのやつよりさらにですね、ほら、ここまで薄きゃそら握りやすいでしょうよって感じですね。はい、文句なしです。私はちょっとこれで装填廃墟も楽しんでみましょうか。シャキッという感じですね。でこんな感じですね。でさらにこうですね、こうですね。あとどんな角度でご覧になりたいですかね。はい、こんな感じかな。やっぱいいですね、いいになりますね、リボルバーのこの部分がね。ねえ、6発なんてね、ちっちゃい頃は思ったものですけれどもね、今思うのは、あのカート式のガスブロ、あのガスリボルバーで家族で撃ってる時にシコ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 詰め替わなきゃならない、そりゃオートの方がね、たくさん撃つから楽だよね、なんてのはありますけれどもね。どうでしょうこれ、例えば、ハイウェルパトロールでね、一回あのガン誌でこれの、特集のやつがありましたよね。その時のこうドーッと箱で積まれてこう配給されるじゃないですか。でこの辺は自分で自由に変えて当然いいんでしょうね。ダメなのかな。だいたい支給されたらその銃をずっと使うわけですよね、私知らないんですけど。だとすればここなんかやっぱり好みに変えたいですよね。こんな人いたんじゃないかな。っていうかこの銃自体がまだ使われてるんですかね。アメリカにお住まいの方、ぜひあのカリフォルニアにお住まいの方、ぜひね、うん、見たよなんて、この間なんてね、教えていただけると盛り上がるかなと思います。いやこれは本当にいいわ、ごめんなさい、せっかくのデザインをコケにしてしまいました。私あんまりこういうごちゃごちゃしたの好きじゃないだけなんでね、シンプルなやつが好きなばっかりね。はい、そしてね、今回もね、当然登場ですよ。つくかつかないかわからないですけれども、私の大好きなね、はい、ハートフォートさんのね、CMC スマイソンにも対応してるっていうこのグリップですね。
ならば同じ CMC の系譜を、まあ、ビジネス的には継ぐと思われる、はい、田中さんの製品には継くんじゃないかなと。うわ、継いた。あ、いや、こりゃもう、これちょっとスクリューしちゃった方がいいですね。あ、いいか、ちょっとね、時間の関係ありますからね。これはどうですか、これいいですね。パコパコ浮いてますけど、こんな感じですよ。ちょっとこのライン、背中のラインがね、あ、でも合ってんじゃないの。合ってますよ、合ってますよ。ちょっとだけね、こっち側だけね、膨らんじゃってますね。ちょびっとだけね。気にならない、気にならない。はい、落ち着きますよね。ここが焦げてるところはね、これは本当にいいやね。え、握り心地もね、まあ、いつもこのグリップ登場するんでお話しますけども、ご覧いただけるかどうか。ここがモコッとね、ここが膨らんでるんです、ここが。ということでね、こう手のね、この平のこのへっこんでるところにね、グニッと入ってくるんですよ。で、握りやすかろうと、握りやすいということですね。で、差分でいきましょう。先ほどのね、アルタモントのやつとね、並んでね、こんなにやっぱりさらに薄いぜという感じですね。このグリップは秀逸ですね。はい、で当然これもね、このぐらいの、はい、へこみがありますから、完全にね、スピードローダーも全然問題なく使えるって感じですね。嬉しいね。スマイソン用のグリップもつきました。ちょっと今こう出してるのはね、もう一回これね、そっか、今度2つぐらい作っておけばいいのか。ローダーに入ったやつをね、これね、ちょっとね、リムが厚いんで、ちょっとこうしてやんないとね、カチッて止まらない。トントントンって感じですね。さあ、鳥です。はい、プラインのね、木製グリップです。これがつけたくてね、今日ね、この企画をね、考えたようなものでございます。これもう本当に、常時ね、出てくるところに、他の K フレームのグリップとは別格でちょっとね、保存しておりますと。そのぐらい私、好きなグリップでございますけれども、この穴が合わないですね。はい、ほんのちょっとですね。ゴリゴリやれば入ると思いますけれども、スクリュー穴見えますかね。このね、重りとね、このグリップのスクリュー穴の位置がほんのね、1ミリ程度干渉してますね。はい、ここですね。無理に入れりゃ入ると思います、多分。例えばこのままこういう状態にしてぶち込むね。でカンカンって叩いてやると多分入ると思いますけれども、そんな野暮はしませんね。ここほんのちょっと削ってやればいいんですね、この部分を ね、ね。はい、じゃあ今日は見た目だけのお楽しみということになります。ピタッとね、入るのは入りますよね。どうでしょう、この特にホビーフィックスさんの金属モデルなんかで私これしょっちゅうつけるんでね、いつも手に取れるところに置いてるんですけど、堂々たるね。でこれもね、こんなにね、薄さとしては これも、どれと比べようかな。やっぱりこれと比べましょうか。こんなもんですよ、ほら、同じぐらい。こちらの方がさらにね、はい、薄手にできているん でフィンガーチャネルもついてますから、当然これが一番握りやすいってことになっちゃうんですね。はい、でこれだけね、えぐれていますんで、ちょっと今ねグリップ止めてない関係で、こんな感じでね、全く干渉せずにね、しっかりとね、こう使うことができますね。はい、ちゃんと、はい、どうでしょう。まあ最後はね、もう多分これからも鳥はこれになってくると思います。今のところ私の一番のお気に入りですかね。ただね、時々お気に入りを忘れちゃうのがこいつですね。これも素晴らしいし、あとはこれですね。これも大好きです。はい。それぞれ本当に握り心地は違うし、仕上げは違うし、そもそも材質も違うということでね、木製グリップっていうのの世界もね、本当に楽しめますね。はい、ということで、今週のサンリボは M68、はい、CHP ですね、田中さんと共栄通商さんのコラボモデル、こちらにね、いろんなグリップね、つけてみました。
ではまた。